いや分かります。その初めてそういうの全く考えたこともなかったんで、うん、横並びとか、うん、はい、他の先生の話やっぱ生徒たちがしてくるんですよね、うん、やっぱり、うんうん、あそうなんだっていう、うん、そうですよね。初めて気づきました。この先生分かりやすいんですとかっていうのを、はいはい、同じね横並びの子に面と向かって言われるこの悲しさすいませんっていう申し訳ございませんって思うこの悲しさありますよね。そうなんだね。そこで結構なんか固定されてるってことに気づいたんですよ、うん、この先生はこの授業をいっぱいやる人、うんうん、この先生この授業とかっていうのにいますよね。もう英文法しかやらないとか長文一切やらないとか、はい、これありなのかなって僕らも思うんですけど大丈夫かなっていう。あと東大しかやらないとかね。あ、はいはいはい、うん、いろんなこのなんかもう専門職があるんですけど、はい、それちょっとどうなんですかね、特化した方がいいんでしょうかね。いや全然わかんないです僕。いや僕そうなんですね。そんな感じでなんて言ったわけですね。で、うん、あこうどのあたりですか、なんかこう締め切り出たぜみたいなのか。締め切りはでも多分2005、6年で出てるんですよ、はい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 、出てていつの間にか当時どこのこうまだ駒場校があって頃ですね、はい、駒箱の教室が先生埋まりましたとかって言われて、でそれをなんか初めて締め切りと知り、本当にわからないうちに一気に締め切りになって、でその後は割と最初はですね、地方って例えば、うん、東京都じゃない千葉とか埼玉あたりから締め切りがこう出始めて、だんだん都に登ってった感じですね。あなるほどいうようなへ、うん、感じですね。そうするとあれじゃないですか、こう周りの妬み潰しみたいなのはこう来るんじゃないですか。やっぱりますよね。ただあんまりなんかこういじめられたとかないって、ないもうなはっきりないって今言えますし、割とわからないことは先生たちに、先輩先生たちに聞いちゃったりもしてたんですよ。こういう時どうしたらいいんですか、はいはい、みたいなことを言ったら結構丁寧に教えてくれる先生多かったんですよ。そうですね、僕も、うんうん、清川先生とか、はいはいはい、中野先生とか。そうですね、うん、1年そうですよね、この授業1年目なんですけどこれ初めてなんですけど、うん、どうやってやってるんですかとか。そう、ね、そうだからそういうなんかチームワークのなんかチームワークまでいかなくても良さみたいなのって、はい、割と河合はいいんじゃないかなと思うので、うん、だから今があるのかなって気もするんで。なるほど。やっぱだから先輩先生たちをなんかそのなんか蹴落としてみたいな言い方じゃなくて、うんうん、まあ、目標にしてずっと今日も来てるし、今でも目標にしてる部分が多いですよ。もう、うん、素晴らしいじゃないですか。本当にそうなんだ。そうですね、そうですね。すごい方みたいですよね。なんか授業中にこう講師の批判をしてしまうとか。そうなるほど、うん。なんかこの業界にいると、下手すると他との交流、うんうん、横の先生との付き合いなくてもいられるじゃないですか。そうですね。そうするとこう自分ってありかなしかって割と誰も言ってくれなくなるというか、裸の王様も見たくなっちゃうっていうところないですかね。なんかそうですね、そうだと思います、うん、本当にそうですよね。誰とも喋らなくても入れますもんね、うん、そうですよ。挨拶すらしない先生も言っていいのかな。まあ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 、まあ、うん、はい、シャイな先生そうですね、シャイな先生っていうことでありますね。でもね、そういうのもね。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.